11月24日火曜日の天気をお伝えします。まずは予想天気図で見ていきましょう。高気圧に覆われて広く晴れるところが多くなりそうです。詳しい天気の情報を見ていきます。天気の移り変わりをお伝えしていきます。西日本や東日本では広く晴れて日差しが届きます。東北の日本海側は日中もにわか雨が心配です。北海道は朝までは雪が降る可能性がありますが、だんだんと弱まりそうです。明日の朝は路面状況の変化に注意が必要。また午後の遅い時間帯になりますと、東海から関東は急な雨の降る可能性もありますので、こちらは帰宅が遅くなる場合は折りたたみ傘をご用意ください。以上、天気をお伝えしました。